第2回寝坊しチャンネル川柳選手権やります。やりますという掛け声のもと始まりましたが、ただ単に視聴者さんから川柳を募集するという至極簡単な企画でございます。皆さん本当にたくさんのご応募ありがとうございます。何通来たと思いますか？驚異の参加率をここに来て記録しました。何通来たと思いますか？120、200、300、500、なんと960通届きました。なんでこれは全部紹介するのはちょっと難しいんで、私が書類審査をしていかなければいけないという至極めんどくさい結果になっています。ただ、頑張って紹介していこうかなというふうに思います。よくわかんないな。勝ったらと油断したらばエクゾディア。ちょっとこれよくわかんない。勝ったらと油断したらばエクゾディア。夏祭り、出店にコピーのエクゾディア。で、エクゾディアってなんだろう？さっきからなんか、エクゾディア、エクゾディアって言ってるけど、夏祭り、出店にコピーのエクゾディア。これ何なの？エクゾディアって。遊戯王の封印されしエクゾディアっていうのがあるの。夏祭り。出店にコピーのエクゾディア。ボルメテウス。ホワイトドラゴン使うんだ。これもおそらく遊戯王なんだろうな。だって名前が海馬社長だもん。海馬社長。海馬社長もね、有名人もこぞって送ってきてますよ。この名誉ある。ネモースチャンネル川柳選手権。音竹の獅子を集めてエクゾディア。これちょっとよくわかりません。サミダレを集めて林最上川みたいな。音竹の獅子を集めてエクゾディア。こうやって、違うやつから同じやつが来てるんだけど。音竹の獅子を集めてエクゾディアって。これ、お前ら奇跡だぞ、マジで。違うやつから同じメール、あれが来てる。音竹の獅子を集めていくぞにやって、これすごくないか。ちょっと待って、これ違うやつだよな。ちょっと待って。お前ら、結婚した方がいいぜ。ほら、違うやつ、違うやつから来た。音竹の獅子を集めていくぞにやって、違うやつから来た。なんで？盗作か？でも、世に出てねえだろ、絶対。世に出てねえだろ。そんな作品。有名な作品だろ。有名なの、それ。世に出てねえだろ。そんなの世に出てほしくねえよ。世に出てちゃダメだぞ。音竹さん、俳句に使えるわけねえだろ。エクゾディアオリジナルじゃないの？え、ちょっと待って。あの、審議審議。あの、音だけを集めて、ワロシ、モガミ川って、あれ、本当に盗作なの？本当に盗作なの？あれ。本当に盗作なの？そう、ソース。ググっても出てこないよね。検索で引っかかる？出回ってるの？その俳句が出回るって日本どうなってんだ？俺ググっても出てこないんだけど。オリジナルじゃないの？最上川で出るよ、絶対嘘。音竹自身がエクゾディアに出たりしてしまって、エクゾディア見てみよう。え？あ、それ。最低じゃねえかよ、これ。最低じゃねえかよ。そういうことだったのか。この、なんかあれなんだ。その、全部合わせないと、あれなんだ。体、手、足を全部集めないといけないから、っていう、俺なんか、え、これでしょ？これじゃないの？
ないのこれ。ちょ、俺わかんねえんだ、遊戯王マジで。ハイパーブラック川柳じゃねえかよ。あ、これか。じゃあ2個被ったからさ、そのスペシャル対象としてあげようと思ってたのに、パクリだったらもう出入り禁止だぞ。よりにもよってこんなさ、獅子の欠損をネタにする。あ、待てよ。今審議中。何でも鑑定団が今審議してますから。ちょっと待って。これ、紹介できねえよ。タイトル、音だけの片腕拾ってもらう。これ紹介できねえよ。無理だよ。悪い。無理だよ。あ、その中にエクゾディアかよっていうのが、え、じゃあ、え、別にだったらそれは盗作じゃないじゃん。それにエクゾディアかよっていうのがあって、あれ、まあ、あれか。あ、でも、あ、乙武さん自身がネタにしてるんだ。兄貴でもエクゾディアでも好きに呼んで。へぇー。ちょっとあれだ、元ネタがあったらダメだな。さすがに。そういうことだったのか。乙武さんごめんなさい、本当に。俺本当に知らなかったんです、マジで。本当にすいませんでした。